100% 新車感。国内全メーカー新車の最安値に挑戦中。新車館チャンネルをご覧の皆様、ご視聴ありがとうございます。 100% 新車館シスイ成田空港店の高谷です。本日もよろしくお願いします。はい、本日はですね、ホンダの Nボックス カスタムとスズキのスペーシアカスタムを、比べてみたということでご紹介、比較動画ですね、私なりの視点でですねちょっと、ご紹介させていただきたいなと思います。はい、でお車はちょっとご紹介の前にですね、こちら2台ともなんですけども、パイオニアカロッツェリアとの特別限定車ですね、っていうのを弊社の方でも今やっておりまして、まあナビゲーションであったり、フロアマットであったり通信モジュールであったり、まあ、バックカメラ ETC あと買取保証とボディーコーティングとフロントガラスのコーティングですね。一応このセット商品で、ローンの金利が 1.5% でちょっとご案内できますよっていうキャンペーンを行っておりますので、まあ、今これ Nボックス ですけどもスペーシアカスタムの方でも同じ内容でですねご案内させていただいてますので、気になる方はぜひぜひよろしくお願いします。はい、そうしましたらですね、まあどちらもですね人気のスーパー軽自動車のスーパーハイトワゴンのお車にはなるんですけども、やはり新車感ならではというかですね、やっぱりホンダはホンダ、スズキはスズキっていう風に、ディーラーさんだと、ね、同じように車が見比べられなかったりっていうことがあるとは思うんですけども、新車館は国内全メーカーの新車を取り扱いしてるんで、やっぱり Nボックス、スペーシアっていうので、比べることができますので、いい機会かなと思いますのでご案内させていただきます。はい、まあ、ちょっと外装フロントの顔から見て撮っていただいてですね、まあどちらもカスタムシリーズになりますので結構こうフロントマスクがいかつい感じですよね。はいはい、でですね、私もごめんなさい、ご紹介させていただく前に予習でちょっとカタログ拝見させていただいたんですけども、実はですね横幅と長さは一緒です。 Nボックス とスペシア一緒です。で高さ全長全高ですね、高さだけが、スペシアの方が1センチだけ低くなってます。なのでまあほぼほぼ一緒だと思っていただければ結構かなと思います。はい、そしたらですね、ちょっとただそうは言ってもなんですけども、 Nボックスとスペーシアカスタムのちょっとここが違うポイントですね。まあ結構違うところがいっぱいありすぎて多分動画も長々ダラダラしちゃって皆様飽きてしまうかと思いますので、ちょっと私の方でもある程度的を絞った上でご紹介させていただければなと思います。じゃあちょっとカメラさん一緒に来ていただいて、そしたらなんですけども、まずはドアなんですけども、フロントのドアですね、 Nボックス 開けてみます。でスペシア開けてみます。カメラさん分かりますかね、なんとなく。Nボックス はほぼ90度にまで、ドアが開きます。スペシアはちょっと全然90度までいかないぐらいの感じですね。やっぱり90度まで90度までですねドアがきちんと開いてくれた方が、まあ
乗り降りがしやすいのかなと思います。はい、で、後ろの続いてスライドドアなんですけども、 Nボックスはドアハンドルしかございません。なので開け閉めするときですね、ドアハンドルをちょっとクッと、ごめんなさい、スイッチ入れるの忘れてました、まあ、クッと開けていただくような形ですね。それに対してスペシアは、ドアハンドルもグッてやることもできるんですけど、ドアハンドルのところにですね、ボタンがついてますので、ボタンをちょっと長押ししていただくとですね、開け閉めできるような形ですね。まあどちらが便利かどうかっていうのもあるんですけども、ちょっとした軽くちょっとボタンを長押しするだけなので、開け閉めするにはこちらのボタンがあった方が個人的には便利かなとは思ってます。 Nボックスはもうこうドアハンドルをガチャッとやっていただかないと閉まらないので、開け閉めできませんので、ちょっとやっぱり両手荷物で手塞がっちゃってる時なんかはちょっと不便かなと思います。はい、でですね、後ろなんですけど、後ろのリアシートなんですけど、 N ボックスはですね、この座面なんですけども、座面がこういう風に座面を上げて固定することができます。まあ、そうするとここにですね、背の高い荷物とかですね、両方とも入れることできますので、こういった座面を上げることによって、2列目の空間にも荷物が広々と乗せられるようなことができます。それに対してですね、スペーシアは座面の跳ね上げ機能はついてないです。もうこの状態のままっていう形ですね。はい、そしたらですね、すいません、後ろの荷室なんですけども、後ろ回っていただいて、ちょっとじゃあ軽く後ろのバックから見た感じもカメラさん撮っていただいて、多分もうちょっとバックすると、後ろにバックすると2台一緒に映るかなと思います。はい、はい、じゃあ両方ともちょっとバックドア開けてみますね。両方とも開けるとこんな感じ、同じ感じで開くようになりますね。はい、でシートですね、倒していただくとスペシアはこんな感じでほぼフラットになります。 N ボックスも同様ですね。感じで同じようにほぼフラットに畳まれるような感じですね。はい、まあ正直後ろの荷室の部分ですねのスペースはほぼほぼ変わらないのかなと思います。なんせ車のサイズが一緒、ほぼほぼ一緒なので室内も変わらないのかなと思います。はい、で、仮に同じグレードですね、スペシアであれば XS ターボで、 N ボックスであれば、カスタムの GL ターボですねで比べた場合なんですけども、同じグレードで比べた場合ですね、N ボックスの方が10万8000円ちょっとお高くなってますね。はい、
そうですね、あとはまあ、ちょっとしたところなんですけども N ボックスにしかない、外装の部分でですね、ちょっと今つけてみますけど、フロントのウインカーですね、カメラさん見えますかね、フロントのウインカーですね、こちらのが C 型車のウインカーになってます。はい、スペシャルカスタムは通常の点滅式っていうんですかね、普通のまあチカチカシーケンシャルウインカーではない、流れないウインカーですね。はい、まあ、ちょっとしたところで、の部分でも装備の違いでですね、ちょっとやっぱり10万円の差がちょっと出てるのかなと思います。ちょっとウインカー一度止めますね。ちょっとあんまり長々だらだらやってしまうとですね、ご視聴いただいているお客様はですね、ちょっと飽きてしまうかなと思いますので、今回の比較動画ですね、この辺にさせていただきたいと思います。まあもちろんですね、まあ、メーカーも違いますし、お値段も違う部分がありますので、ちょっとした装備の違い、まあ、これがついてる、これがついてないっていうのも違いがございますけども、やっぱり外装でですね、 N ボックスの方が好き、スペシャルの方が好きっていう好みもあるかと思いますので、まあ、私は結構見た目外見重視で車なんか選ぶ方なので、あれかもしれないんですけども、やっぱりちょっとした、ところで装備、こういったところが気が利いてるところとかですね、そういったのもこのメーカー、 N ボックスじゃないところ、スペシャルじゃないところとかもありますので、その辺なんかもまあ、我々ですね、新車館のスタッフ、やっぱりこういう全メーカー取り扱いしてるだけですね、熟知ですね、まあ、いろんな部分でお客様にアドバイスできるのかなと思っておりますので、ぜひぜひですね、N ボックスとスペシャルでちょっと迷ってるんだけどもっていう方いましたらですね、新車館の方までご相談させていただければなと思いますので、お気軽にお越しいただければと思います。なおですね、本日8月の9日なんですけども、弊社で新車館ですね、8月の12日まで絶賛営業中ですので、お気軽にお越しいただければなと思いますので、よろしくお願いします。本日はご